ニコニコハロー、ゆでーす。はい、今日はちょっと変わった感じの、セクシーなコスプレを着てみました。はい、あのね、よいしょ。あのこの2杯見たら分かると思うんですけど、お肉がさ、なんか食い込むっていうかゴムに食い込むんですよ。で、なんていうの、あのお肉が乗る感じ、わかりますなんかね、痩せなきゃなって。はい、で、今日はあのちょっとある検証をしたくて、あるものを持ってきました。それがこちらです。じゃじゃん。さあ皆さん、これ野菜なんですけど何だと思いますか？ヒントは、今月末、ハロウィンがあるじゃないですか。それに使われる野菜です。もうこれで分かったでしょ正解はパンプキンです。かぼちゃなんです。そう、あのお花屋さんに行った時に売ってたんですよ。で、この形見て、めっちゃエロみたいなエロい方よ、エロい方をあの想像してしまいまして、思わず買ってきちゃいました。はいかぼちゃって見えなくない？でもさ、で、今日はこの2つ使ってある検証したくてね。それが、このかぼちゃあそこに入るのかっていう検証です。そういうね、野菜で何個かね、あの検証してるんですよ、実は。うん、あの FC2 のチャットの時にまずズッキーニを試してますで、次、3年前ぐらいにトウモロコシでもあの検証しております。はいで、今回はかぼちゃです。うん、はい。さあ、全部は入らないですよ、さすがに。先端は入るんじゃないかって思ってで、今から検証してみたいと思います。気になりませんかなので、ゆめが代表してあの検証しますので、よかったらあの気になる方はぜひ見てもらえたら嬉しいです。で、あともう一つやりたいことがあって、これは視聴者さんからのリクエストなんですけども、ゆうのパンティーが好きな視聴者さんが結構いらっしゃいまして、で、なんかね、パンティーの上から、072をやって、パンティーが濡れていく姿が見たいっていうね、あの、マニアックなリクエストをいただきまして、はい、今日はそれにお答えして撮っていきたいと思います、はい、なので今日は2つです。まずこのかぼちゃ、 あそこに入るかどうかという現象と、あとは、パンティー越しでの、072の2つやっていきますので、よかったら最後までご覧ください、はい、では早速始めていきたいと思います。まずは、検証からいきますね。で、ちょっと痛いかもしれないから、さすがにゴムはつけさせてもらいますで、どれぐらい入るのね。終わりました。感想なんですけど、のかぼちゃあるじゃないですかね。あのね、見てもらったらわかるんですけど、びっくりした。正直気持ちよかったというかそう、まあ、どこまで入ったかはぜひ見てくださいね。はい、本当に今までズッキーニ、トウモロコシで、検証してきたけど、一番かぼちゃ良かったはい、って感じで、072の方、パンティー越しであった072の方は、今回4回ぐらいかな行きまして、溜まってたからもあるんですけどあそこのお汁が結構出ましてそう、パンティーが濡れるぐらい結構出ました。途中でね、電マも使ってやったんですけど、意識が飛ぶシーンがあったんですよ。うん、まあなんていうの、気絶っていうのかな。で、最後は痙攣気するぐらいやばかったです。まあ、どんな感じかはぜひ本編で見てみてください。はい、
本編はその概要欢に U の X のリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるのでそこをチェックしてみてみてください。はい、じゃあ今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ続きをどうぞ。バイバーイ。